ボルジアの間に含まれる、奥義の間に描かれている、ピントリッキを咲く、復活に書き込まれた、祈りを捧げるアレクサンデル6世。ボルジアの間とは、バチカン市国内のバチカン宮殿にある、14室から、なる一連の部屋の総称である。宮殿2階の大部分を占め、ラファエロの間の開花に位置する。ボルジアの間を構成する14の部屋は、その名の示す通り、 ローマ教皇アレクサンデル6世の個人的住居として使われていた。その死後は、後を継いだ教皇ユリウス2世の親族などの居室として使われたが、そのうちほとんど使われなくなり、空き部屋となっていた。19世紀末になって部屋そのものや、その他の美術作品の展示に供されるようになった。15世紀後半にアレクサンデル6世は、 イタリアの画家ベッドのベルナルディーノに部屋の内装としてフレスコ画の作成を依頼した。作成されたフレスコ画など1492年から1494年にかけて描かれた絵画には中世の博物学的知識、キリスト教の終末論、神につながるとされるボルジア家の系譜などが図像学的に表されている。ボルジアの間にある絵画は現在では バチカン図書館の一部をなすと考えられている。壁面の上部と丸天井には絵画だけでなく漆喰で作成された多数のレリーフが配置されている。ボルジアの間の主要な5つの部屋にピントリッキオが作成した主な作品は以下のような題材に基づいている。主要な5部屋に次ぐ6番目の部屋というのがあるが、この部屋の絵画はペリーノ・デルバーガにより書き直されている。 ボルジアの間は以下の5部屋を中心としたいくつもの部屋から構成されている。ボルジア家は1503年のアレクサンデル6世の没後、急速に衰え、またその強権的な姿勢から多くの反感を買っていたため、ボルジアの間はほとんど打ち捨てられたような状態であった。1889年に教皇レオ13世はボルジア家の間を修復し、一般公開した。 ボルジア家の間を構成するほとんどの部屋は、現在、パウロ6世が開設した、バチカン近代宗教画コレクションの展示室として使われている。バチカン近代宗教画コレクションには、約600点の絵画、彫刻などがあり、その中には、ボールゴーギャン、マルクシャガール、パウルクレー、ワシリー・カンディンスキーらの作品も含まれている。ありがとうございます。